おはようございます。今週もしっかり頑張っていきたいと思います。よし、ただいま寝て、行ってくるね。行ってきます。今から今週一発目の仕事行ってきます。筋トレ終わって今から帰ります。今日はちょっとドアが閉まります。シーズン始まったってこともあって、量は、抑えてやりました。その分、まあ、時間が余っちゃったんでちょっと、補助種目を何個か入れたんですけど、まあ、これであんまり疲れが残ったり動き体が重くなったりしなかったらまた少しだけ増やして、調節していきたいなと思います。とりあえず今から帰ります。今日の食事はこんな感じです。今日チームメイトと練習終わっていろいろ話す中で、原因自分論という、まあ、ワードが出てきて、まあ、何かあった時に自分の周りに原因を探すんじゃなくて、まずは自分の中で、何か原因がないかを探して、まあ、その起きた現象に対して解決していくためにはすごく大事なことだと、思ってます。自分自身のスキルアップにもつながりますし、まあ、僕サッカーをやってるので、チームとしてグループとして、そういう考えを一人一人が持つことで結果、グループがチームが良くなると、思ってます。まあ、何かこう行き詰まった時はもう一度、まあ、周りに当たるんじゃなくてまず自分の中で何か原因がないかを、今一度考えてみて、困難に立ち向かっていきたいなと思います。また明日も頑張ります。おやすみなさい。いいよ、好き。チャンネル登録。
よろしくお願いします。壊れねえから。チャンネル登録よろしくお願いします。ただいま。え、おいで、おいで。いいね、ただいま。筋トレ終わりました。今日はちょっと、体のことも考えて少なめで調節しました。今から帰ります。今日の食事はこんな感じです。明日ここから1時間ぐらいのところで練習なんで、明日の朝の準備とかお昼ご飯の準備とか、まあ、洗濯とかいろいろ家帰ってきてからテキパキできて、もうこの時間に寝れるんで、今日は帰ってきてからもしっかり動けたのかなと思います。また明日も頑張ります。おやすみなさい。おはようございます。今日も頑張ります。今から練習場に向かいます。なんだかんだ準備してたんですけど15分近く遅れてます。朝ごはんも車の中で食べながら行きたいと思います。あいつも親父を見に来てた。あ、ちゃうちゃう、あの東京ってか、あの駐車場に着いたんで、ちょっと時間あるんで今日は昼寝したいと思います。今日の食事はこんな感じです。今日と明日祝日なので、2つ行ってるジムがあるんですけど、1つは、営業時間が短縮されて仕事終わりに行けないのと、もう1つは祝日でお休みなんで今日明日、ジム行けないんですけど、まあ、体結構疲れてるっていうのもあるんで、まあ、神様が休めって言ってるのかなと思ってしっかり休みたいと思います。また明日も頑張ります。おやすみなさい。
はようございます、今日も木の海での練習なんで早く出発します。頑張ります。仕事頑張ってね。え、カンタ仕事なの？仕事今日休みやよ。乗せんなよそれ絶対。おい乗せんなよっつってんの。乗ったぞ、乗せんなよ。あざーす。今週ラストの仕事行ってきます。出て今出てきます。今日の食事はこんな感じです。今週は2日平日と2日休日、祝日か、だったんですけど、まあ、食事的にも、まあ、変わらずいつもと変わらず、仕事はあったので、まあ、4日間、ルーティン動画を撮りました、ほぼほぼ、趣味みたいな筋トレを始めたりもしたんですけど、まあこれはこれで、時間があるときちょっと別でやっていきたいなと思ってます。日曜日に試合があるんでそれに向けて明日をしっかり準備していきたいと思います。また来週も頑張ります。おやすみなさい。